海上自衛隊呉基地のトップが交代です。今朝新たに着任した地方総監が隊員らに訓示しました。昨日付で就任したのは伊藤博史呉地方総監56歳です。今朝着任式が行われました。伊藤総監はこれまで海賊船に対処する多国籍部隊の司令官や京都府の舞鶴地方総監などを歴任しました。輝かしい伝統を継承し、より素晴らしい組織として方針につなぐべく変化に挑戦し続けていく所存です。ウクライナ情勢にも言及し、今後自衛隊艦船の派遣があれば物資の支援などを中心に支えるとしました。